ペドロレオンはスペインムルシア州村出身のサッカー選手。ポジションは MF。自転車競技選手のルイスレオンサンチェスは実刑。2004年からレアルムルシアのユースチームに所属し、2005年にトップチーム昇格し、1月15日ウェリエイダ戦でプロデビューを果たした。2007年の夏、レバンテ UD に移籍した。シーズン終了後に、 チームが2部に降格したことを受けて2008年9月1日、レアル・バヤドリードに移籍。2009年8月、移籍金400万ユーロでヘタフェ CF に移籍した。ここでの活躍から2010年7月16日、レアル・マドリードに移籍した。契約期間は6年。移籍金は明らかにされていないが、現地メディアによると1000万ユーロ程度とされている。8月4日、 新善試合のクラブアメリカ戦でデビューを果たした。しかしその後は先発の座をアンヘルディマリアに譲り、ベンチに座ることも多かった。9月26日のレバンテ戦に途中出場したレオンはサイドに張り続けろという指示を無視してプレーし、さらに翌日には交換職を得た。次はレギュラーでプレーできるかもしれない。とコメントしたことがジョゼモーリーニョ監督の激凛に触れた。 その後の試合で記者から、ペドロレオンを招集しなかった理由について問われた際、モーリーニョは、ペドロレオンは、ジダンでも、マラドーナでもディステファノでもないと不快感をあらわにした。これを受けて、遺跡後マもないにもかかわらず AC ミランへの遺跡も取り沙汰された。その後は、モーリーニョとの関係は修復されたと報じられた。10月16日のマラガ戦で途中出場した。 しかし最終的には、リーグ戦は6試合138分、CL は4試合175分、カップ戦は3試合106分の出場にとどまった。アウェーで行われたチャンピオンズリーググループステージの AC ミラン戦では、1から2でリードを許していた後半ロスタイムに、カリム・ベンゼマのパスから同点弾を上げ、勝ち点の獲得に貢献。そのゴールは、レオンにとって、 クラブでの初得点でもあった。2011年8月、古巣のヘタフェレンタル移籍500から600万ユーロでヘタフェが買い取り可能なオプションが付加されている。2016年7月、レアル・バリャドリード時代の恩師ホセルイス・メンディリバルが監督を務めるエイバルへ籍2021年6月28日、エイバルを契約満了によって退団した。 スペイン代表として UEFAU-21 欧州選手権2009に出場し、ゴールも記録した。ありがとうございます。